I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, everyone. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy.聞いて、あのおじさん、スレド明美が言っていたこと、私なりに調べてみたの。君は気にならない？東京のあちこちで起こっている怪現象やデジタルウェーブ異常、それにあのイーターや新宿で私たちが遭遇したデジタルシフト、これはきっと何かとんでもないことが起こる前触れなんだよ。デジタルシフト内に入ったっていうハッカーたちの情報を集めると、高確率でイーターの目撃情報も、ひょっとしてデジタルシフトはイーターが原因じゃないかな。聞いたんだ、病気のこと。気にしなくていいよ。別に閉じこもってたって良くなるわけじゃないから。もうそんな顔されてたら逆に具合が悪くなるよ。もういいよ、依頼でも受けてくれば。君、ザクソンの二重スパイになったんでしょ？さっさと仕事しに行きなよ。バカ、迷惑かけてごめんって言いそびれちゃったじゃない。病気なんですか？そう。形みたいにワクチンで治るんですか？治らない。私、デジモンじゃないもん。そっか。エリカは人間ですもんね。形に何かできることありますか？ない。同じことができたらいいのに。そしたらお手伝いできるのに。それいいかも。
そこを行く地味な顔。そのままだ。そのまま。実に興味深い数値だ。君、今時間はあるかな？私の調査に付き合ってほしい。君は、私の実験には、うってつけの被験者だ。そうか。それは助かる。ではまずは、すまないが、あそこで。あ、そこでいい。では、そうだな。一般的な日本人、ちなみに、日本人がよく、実際は、戦時中にビクトリーの部位として使用されたのが起源とされ、時には平和の、時には挑発の意味も込められており、使うものや地域によって意味も異なると、元来仕草というものは、おっと失礼。話が脱線するのは私の癖でね。調査を続けよう。何でもいい。君がしっくりくるポーズをとってくれたまえ。ポーズとしてはだが、この調査には一層ふさわしい。それでこそ、君を選んだ甲斐があるというものだ。君のその非凡な平凡さ、大いに活用させてもらおう。なるほど。よし、もういいぞ。楽にして。ご苦労だった。では、次に、ついてきてくれ。次はここだ。すまないが。ぬいぐるみだ。なかなかかわいいだろ。だがそのぬいぐるみ、君も一度は聞いたことがあるだろう。物に、霊的なも、一口に物と言っても種類は様々。小さければぬいぐるみや宝石、大きければ巨大な子を得意。ぬいぐるみなどの思い入れが強いものには、霊的なものの脅威は起こりやすいぞ。このぬいぐるみは、私が別の調査で手に入れたものだ。おっと、また話が脱線したな。待たせたね。良い数値が取れたよ。何？気になるから、さっきの話を最後までしてくれ。すまない。だが安心したまえ。今のは。君を怖がらせて、ぬいぐるみに意識を向ければ、数値に変動があるかと期待したものにね。それは正真正銘、ただのぬいぐるみさ。誤解しないでほしいのだが、物に霊的なものが宿るという話自体を、だが、他の言うに、その話を参考にするのであれば、もちろん、つくも神以外の何かが宿っているが、それが怪異というものだ。さて、次の場所に行こうか。
か。では、次はこの辺りにするとし。今から私が言う言葉を覚えてくれ。では、わたぐるいたはるのしてる。たあえるじはじもん。以上だ。覚えられなかったか？わたぐるいたはるのしてる。たあえるじはじもん。だ。間違えずに頼むぞ。私は少し離れて見ている。こちらまで聞こえるような大きな声で頼む。よし、いいぞ。続けた。違うぞ、おい。うん、いいぞ。よし、これでいい。ご苦労だったな。これで結果を見るに。この付近の数値は明らかに異常だ。実に興味深い。探しがいがあるというものだ。おっと失礼。礼を言わせてもらうよ、少年。君のおかげで面白そうな事件の発生現場に居合わせることができそうだ。では先を急ぐのでね。失礼さ。ん？今の実験が何だったか？ああ、デジタルウェーブの数値を計測していたので、今まさに新宿一帯のデジタルウェーブ数値に異常な変動が見つかった。そこで通りすがりの君を使ってちょっとした検証をさせてもらったの。デジタルウェーブは人の脳波、生体電気などにも反応するが、今回の異常は全く別で、規模そのものが違う。つまり君の存在がデジタルウェーブには何ら干渉していないと証明してくれたわけだ。自分で試すのが一番手っ取り早いのだが、私は危険体としてはいささか不都合があった。君が来てくれたのはまさに天の廃材、巡り合わせ、偶然のような必然だ。研究員。そうだな。真理に迫ろうとする姿勢は似ているが、私は研究員というより、私は興味がないことには、とんと無頓着でね。およそ、学問には不向きな性質だ。知っているかい？古代ギリシア、ピタゴラス学派などは、名乗るほどのもそうだな。ただの既存の情報を仕入れ、分析し、現実と電脳空間で起こるあらゆる事象に目をつけ、真実をつかみ取る。それが電脳探偵の探求さ。ではな、少年。縁があれば、また会おう。現実と電脳空間で起こるあらゆる事象に目を向け、真実をつかみ取る。それが私の探求だ。
いや、待っていたよ。フーディエ君は、君のハッカーとしての実力は、まだ見つけてはなかった。簡単な仕事ではないが。少し脅かしてしまったかな。いつも通りやってくれればいいです。では、依頼について説明しよう。君は、ドリームという組織を知っている。ドリームをエデンのシステムを悪用して罪のない人たちから金を巻き上げている詐欺グループ。手口はこうだ。まずエデンで何らかのイベントを主催し、参加者を募り、集めた参加者に催眠暗示を、もうかなりのユーザーが被害になっている電脳空間で催眠暗示、エデンアバターから受け取り、気を引き締めてかかってくる。実はザクソンのメンバーに一般ユーザーの方から僕たちまで回避できる相手は相当腕のいいハッカーだと予想される。このまま放っておくとさらに被害が広がってしまうだろう。ドリーミーのような奴らを僕は決して許さない。エデンはそんな奴らのための場所じゃないんだ。ザクソンの誇りにかけて必ず今仲間が奴らの居場所をする。エデンで犯罪を行っている以上、必ず電脳空間に君は先行しているフェイと合流したい。共に彼女は常にあちこち移動しているように、このフォーラムの誰かが行き先を知っているはずだ。Thank you.
開始だ。ダメだ、一旦行こう。お前が助けてくれたのか。さっその服、フーディーだ。お前もドリーミー探しに協力してくれるのか。そうだ、姉さんが一緒にいたはずなのに見当たらないの。ねえ君、姉さん。きっとまだ調査を続けてるんだ。俺ら、姉さんと一緒にドリーミーのアジトを探っていて、それらしい奴らと遭遇したんだ。捕まえようとしてバトルになって、私たちいつの間にか敵のリーダーらしいハッカーがいたから、姉さんはきっとあいつを追っていたんだわ。いや、守備はどうだい。そちら、そうか、フェイは一人で、彼女の実力なら問題はないと思う。心配だ。君はそのままフェイを、ユーゴ、俺たちも姉さんを追いかけます。いや、君たちは帰還してくれ。でも君たちは敵の攻撃で疲弊しているはずだ。分かってくれ。これ以上味方に、ユーゴ、分かったわ。心配しなくても、君たち仲間がフェイの居場所を特定したようだ。やれやれ、敵のアジトを見つけたら連絡してくれと。どうやら彼女は一人で敵のアジトに向かってしまったようだ。このままにはしておかないさ。アジトの URL を送る。よそのチームのやつに任せるのは尺だが、ユーゴにあそこまで言われちゃ仕方ねえ。姉さんのこと任せたわよ。Yeah.
さあ、行こう。僕たち、かなわない。何しに来はったんや。夕ご飯の依頼で、ここまでいけずなお人なんや、あの人が。ほら。クズです。こいつがドリームのリーダーだ。あなた。状況が分かっているのかしら。単身アジトに乗り込んできて、こうして私の仲間に囲まれているのはあなたの方なのよ。さっさと尻尾を巻いて降りれなさいな。おバカだな。私は優しい大人だから、今なら年下のおいたの一つくらい見逃してあげてもよくてよ。言ってくれはりますな。マッチはあえて一人で来た。部下を可愛がってくれたお年前を自分の手でつけたかったもんでな。夕ご飯を呼ぶまでもない、ハンさんらみたいな人間のクズの相手は言ってくれ。でもそういうセリフはこの夢を破ってからお言いなさいな。なんや、この…しまった、こら…うん、夕ご飯…マッチが、最愛のパートナー…そう…さあ、あなたも眠りに落ちなさい。お子様は、お休みの時間よ。甘美で幸せな夢。大人に立てつくから。起きて。ねえ、起きてよ。もう、どれだけ声をかけても、起きてくれないんだから。レナ、君の寝顔を見てるの、楽しかった。ねえ、今日、いつ帰ってこれる？私ね、わがまま言って、ごめんね。こういうの、迷惑。ん？どうして？君だけの、エリカでしょ？ねえ、私、アカウントのパスコード、いいでしょ？教えてくれたら。甘い夢を見るのはそこまでだ。やれ！無限ドラモン！いや、目は覚めたかい？危ない。君がアジトを突き止めてくれたおかげだよ、レイ。でも、無茶をしすぎたみたいだね。君の先走り癖にも困ったものだ。心配する仲間の身にもなってほしいよ。ユーゴ、お前は、ドリーム。お前たちの悪行もここまで。僕近くの楽園で好き放題した罪、ここで償ってもらおうか。自分たちのお品場を荒らされたから怒って抗議しに来たってわけね。お友達までたくさん揃えて立派ね。ねえ、大人をな…ファンタ、そうか、お前が催眠で言う相手の意識を揺るがして
アカウント情報やパスコード、デジモン不全。ただのデジモンではない。どうやってデジモンプログラム。大人には大人のやり方があるんです。子供がどれだけ集まるのが私たちの敵ではないということを思い知らせて。子供に分別の一つも見せるのが本当の大人ってもんじゃないのかい。君たちはこの電脳空間にはびこるガンそのものだ。みんな手加減はいらない。僕たちでエデンの敵を粛清するんだ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
刺すの？大人だろうが子供だろうが関係ない。メダルを悪用しようとするのは誰であろうと許さない。現実の世界は罪を償う。瀕死のデジモンを盾にする。往生際で悪い。命令なんてしてない。ファントムを道具として使ったことなんてファントム。最初からずっと私のパートナーとして自分の意思で行動していたファントムは私のビジネスパートナー。これはデジモンと人間が手を組んだ完全。バカな人間を騙し、落とし、金を見さらず。すべてデジモンが意思。そんなバカな。世の中にはこういう関係もあるんです。あなたたち子供が守っている世界がいかにちっぽけなものか。これデジモンに意志があろうがなかろうが、お前たちのしてきたこと、フェイ、ファントモンを抑えていてくれ。バカ、やっぱり私たちだけじゃないわ。簡単に悪用されたあなたたちが行くのできはこの弱っちい電脳世界。君は二度とエデンを歩くな。あいつら気にしなくていいよ。奴らのアカウントデータはハッキングで盗んでるから、どこにいるか逃がさ。このエデンにいる限り、僕たちから逃げるなんて不可能だからね。さあ、これでこの件は解決だ。みんな、ご苦労。ユーゴハン、こいつは…一丁前に威嚇してはりますわ。仕方ありませんが、デジモンを裁く法律なんで嵐の変かといって野放しにしたら、またどこかバカを捕まえて同じような犯罪に走るかもしれない。いや、そんな逃げは許さない。デジモンであっても人間であってもエデンを荒らした罪を犯した。法で裁けない。君は今回、本当に友人が僕からよく言っておくよ。あいつ、おいでアバターの完全攻撃。とは、恐ろしいことを思いつくもんどすな。あの状態じゃ、意識はあったの。何？
反省の色が見えたら、この裁き、君は不満？そう思ってもらえるなら、僕はエレンを作った人たちの思い、彼らが大勢の人たちの幸せを願ってここを作ったんだ。ドリーミンのような連中はエデンを悪事に利用している組織のほんの一部に過ぎない。相手が人間だろうとデジモンだろうと関係ない。エデンを汚す、たとえ自分が悪になっても、
あんた、いいかもだね。My Hakim Prison.正義は必ず勝つ！なんてな。
It's my hacking business! よしよし、偉かったね。
ザクソンから仕事の依頼が来た。まずはこれを見てくれ。ムーリーへの諸君、君たちに新しい依頼だ。ザクソンから離反者が出たことは君たちも知っている。彼らの名はチームデモンズ。ジミー・ケンを中心にした確かな筋から入った情報によれば、その人物の名は岸辺リエ、神城の幹部だ。神城だって。彼女はおそらくハッカーたちの力を利用して神城を私物化しようとしている。君たちにはその証拠をつかんでほしい。エデンの正常化には神城自体の浄化が必要だ。そもそもこの先はただの長話だ。早い話が、神城のメインサーバーに潜入して神城の不正を証明するデータを奪ってこい、ということだ。神城のメインサーバーってアバロンサーバーかよ。ユーゴのやつまた大きく出たな。あそこに侵入するには関係者のアカウントが必要だぜ。まさか誰かのアカウントを借りってか。安心しろ、その必要はない。ユーゴから神城前社長の娘神城ユーゴに接触しろと言われている。接触方法はお前と千歳に任せる。私は。お前は寝てろ。もう大丈夫だよ、サポートくらい。ダメだ。俺は野暮用で出てくる。アカウントを入手したら知らせてくれ。オッケー、じゃあ行こうぜ。エリカ、おとなしく。なぜ僕は渋谷に来たんだろう。では教えてやろう。俺たちはこれより神城ユーゴ口説き落とす。リュウジから接触方法は任せる。彼女にしちまえば。あ、やあユーゴちゃん。やだ、かっこいい。ありがとう。でもそう、君の心、やあ千歳というわけだ。分かったな。お、どうやって肝心のユーゴちゃんに会いに行くのか。実はな。なんだその目は。やまし、彼女は神城の家、警備の厳しい神城の下、とにかくだ。こういう相手は警戒されないために自宅を張るなんざもってのほか、付近で張るのも NG。 なんかいまいちやる気が感じられないな。いいか、確かに考えてもみろ。女性の警戒心を削ぐため、あくまでも偶然。声をかけるときには笑顔で明るく、時には紳士的に優しく。男と女が誕生したその瞬間より、ただ一年に可愛いあの子、その努力を、いいや、できまい。でもナンパなんてしたことがないって。まあそうだろうな。いいんだ、初めてのお使い同様、初めてのナンパは誰もが通る道だ。安心しろ、そんなお前のためにこれより今井千歳のナンパ指南塾を始める。まず最初の極意だが、ナンパにそんなものは存在しない。人の数だけ恋の形があるように、またつまりナンパだが、臆するな少年、当たって砕けろ。砕けることを恐れるなかれ。というわけで練習だ。さあ行け。そして砕け。 Thank you.